しい楽しい夏休みの始まりだよ。お姉ちゃんがおはようからお休みまでバッチリ弟くんの夏休みをプロデュースしちゃうからね。学校が終わって夏休みが始まりました。エリコとお姉ちゃんが夏休みの計画を手伝ってくれます。楽しい夏休みになるといいなと思います。あなた様のため必ずや忘れられない最高の夏休みを。夏が来たら私たちのことを思い出しちゃう、すっごいプロデュースをしちゃおうね。はて、私は来年の夏も一緒に過ごすので思い出していただく必要はないのですが。ああ、ずるいよエリコちゃん。お姉ちゃんだってずっとずっと永遠に一緒だよ。今日は海で泳ぎの練習をしました。それからスイカ割りもしました。スイカはすごく美味しかったです。明日も楽しい夏休みになるといいなと思います。あなた様の泳ぐ姿、この目にしかと焼き付けさせていただきました。弟くんが一生懸命動かす手足、可愛かったな。あなた様があげる水しぶきはどんな飛躍よりも優れた霊薬になりそうですわ。エリコちゃん、それはさすがにちょっと。しずるさんには必要ないのですね。それならば私がすべて。欲しい！綺麗な小瓶に集めちゃう。今日は夜の森で虫捕りをしました。少し怖かったけど、お姉ちゃんとエリコがいたから頑張れました。カブトムシを捕まえたけど逃がしてあげました。明日も楽しい夏休みになるといいなと思います。弟くんに大きなカブトムシをプレゼントしてあげたかったの。確かに心残りではありますが、それ以上に良いものを見られましたわ。優しい弟くんも素敵だったね。でもカブトムシ捕りはまた挑戦しよう。それでもまたダメだったら、その時は。もし次があるのなら、私たちがカブトムシになりましょう。なりきってみせましょう。今日はプールでみんなと遊びました。僕は泳ぎが苦手だけど、頑張ってほんの少し泳げるようになってよかったです。明日も楽しい夏休みになるといいなと思います。ルーセント学院のみんな、いい子だったね。学校生活も楽しそうだな。イオちゃんという素晴らしい先生にも恵まれて、少し羨ましいですわ。ねえねえ、二人で入学するっていうのはどうかな。良いアイデアですわ。早速入学願書を取り寄せましょう。今日は無人島に来ました。みんなでお家を作り始めました。誰もいない島の夜は静かで、波の音がよく聞こえます。
星も綺麗です。明日も楽しい夏休みになるといいなと思います。静かな島で弟くんと暮らす、ここは本当に天国だね。これを幸せと呼ばずして、何を幸せと呼べばよいのでしょう。おはようからお休みまでずっと弟くんと一緒にいられる。寝起きの可愛らしい顔も、穏やかな寝顔も、すべて見放題。この幸せをお返しできるように最高のお家を作ろうね、エリコちゃん。もちろんですわ。今日は島で釣りをしました。エリコとお姉ちゃんは一匹も釣れなかったけど、僕が釣った魚をご馳走できて嬉しかったです。明日も楽しい夏休みになるといいなと思います。一匹も釣れないとは本当に不甲斐ないですわ。でも魚を釣ってる時の弟くんかっこよかったね。ええ、あんな顔をしたあのお方に釣られるなら魚も本望でしょう。でも次は私たちがご馳走したいよね。しかし釣りは思いのほか難しいですわ。そうなると、あ、素潜り、素潜りならいける気がするよ。なるほど、早速参りましょう。深海の主を仮に。今日は島でビーチバレーをして遊びました。僕がボールを遠くに飛ばしてしまった時、エリコもお姉ちゃんも一生懸命返してくれて嬉しかったです。明日も楽しい夏休みになるといいなと思います。お姉ちゃんも弟くんの楽しそうな顔が見られて嬉しかったよ。そもそもあなた様からのボールを落とすなんて絶対にあってはいけませんわ。その通り、どんな場所に来ようと必ず打ち返してみせるよ。ですがあなた様からの贈り物と考えると、そのまま受け止めたくなる誘惑も。ダメだよ、誘惑を振り切って私たちはボールを返すの。それがビーチバレー、なんて酷なスポーツ。宿題が終わってよかったです。そろそろ学校の時間です。またみんなと会えるのが楽しみです。夏休みはとってもとっても楽しかったです。ついに終わってしまったのですね。弟くんの頑張りを見届けられて嬉しい気持ちと、もう戻らない一度きりの夏への切なさが。ダメ、エリコちゃん、教室に向かう弟くんを笑って見送ろう。そうですね、それこそがあのお方のため。いってらっしゃい弟くん。私たちはいつでもどこでもあなた様を見守っておりますわ。無人島で弟くんと暮らした日々は最高の思い出だよ。弟くんがお姉ちゃんには通せない怖い魔物を一撃で倒して、その上魔物のお肉を完璧に調理して振る舞ってくれた時、お姉ちゃんは泣きそうに、泣いた、号泣だった、全お姉ちゃんが泣いたよ。弟くんはどこまでも素敵になっていくな。愛しのお姉ちゃんより。あのお方と無人島で過ごした日々は私にとってかけがえのない宝物です。あのお方は
怪我をした私をどんな名医よりも素晴らしい手際で治療してくれました。まさか医術の才能まで持ち合わせているなんて。いつか二人で小さな診療所も開くのも良いかもしれません。クスクス、夢の診療所。エリコより愛を込めて。あなた様の楽しそうな顔を見られてとても嬉しいですわ。まだまだ楽しいプロデュースを用意しているので楽しみにしていてくださいね。